皆さんこんにちは、ケンです。今日は名古屋市にある PR インターナショナルさんにお邪魔してます。PR インターナショナルさんっていうのは自転車の部品を取り扱う商社さんになります。私招待されましたので、そのショールームを見ていきたいと思います。それでは入っていきたいと思います。まず入り口に入るとゴアさんのウェアですね。が綺麗に展示されてます。冬物用で持ってるんですけど、速乾性が良くて生地感もサラサラしててかなりいいですね。オルトリーブ、ショールームに入るとまず手前に SKS さんの商品が陳列されてます。 SKS さんでいうと、まあ、ボトルケージとかこういうタイヤレバーとか携帯ポンプで空気入れでパッキングアクセサリー、泥除け結構種類豊富ですね。これはパッキンググッズですね。売れ筋で隣行くとオルトリーブさんのコーナーになってます。私も同じの持ってます。シートレールでクランプするタイプなのでかなりがっちり固定されます。でオルトリーブさんっていうと完全防水にこだわりがあるメーカーでして、まあ、中に入ってるものが濡れないっていう製品になってます。これバックローラーですね。パニアバックになります。これはアップダウンシティ、まあいわゆる前かごですね。いいかな。アルティメイト6とかは私カメラバッグ用に欲しいなって今思ってるものです。オルトリーブトリクセンカウルのアタッチメントには互換性があります。あ、そうそう、あとこれ多分最近出たと思うんですけど、パニア用のバイクパッキングキューブ、これ今透明なパニアバッグなんですけど、こういうふうに小分けするものが売ってるんですけど、これいいなと思ってるんですよね。やっぱ中ぐちゃぐちゃになっちゃうのでこれはすごい気になりますね。後ろもオルトリーブさんのコーナーがあります。でこっちは自転車用っていうよりは、まあ、アウトドア用品になりますね。レインハットとか登山とかにも良さそうですね。登山とかキャンプとか、これすごいな、旅用って感じします。ライトバック
続いて奥行って陸戦カウルのコーナーです。でクリックフィックスシステムですね。これはアタッチメント装着して、こういう風なアタッチメントを装着してハンドルにバックつけたりシートポストつけたり、まあ、ワンタッチでこう取り外しができるっていうアタッチメントがいろんな車体に合わせてつける場所によって、まあ、全製品展示されています。こういうストライダー、お子さんのトレーニングバイク用にもクリックフィックスこういう風につけたりね、あとはこういうシートポストにつけたり、これはハンドル用ですね。上がハンドル用、下がシートポストっていう風に展示があります。でこういうカゴもあったり、ペット用のキャリーあったりね。こんな感じね。これもいいんじゃないですかね。ロードバイク乗りとか SKS とコラボしてツール感が今入ってますけど、クリックフィックスコーナー。続いてきたのがバイクリボンコーナーですね。バーテープ、ああなるほど、今ね全部触ったんですけど、このフェーブってやつかなり面白い感触、グリップ力もあるしインパクトも相当強い。これねと、今もう一個気になったのがこのメイズ。お値段今展示してる中で一番かかってるんですけど、すごいグリップ力がある。なんかザラザラしてて汗とか、まあ、水っぽくならなさそうなのがこの間のところで、このちょっとテカってる部分がグリップしてくれるっていうような感じなので、これがいいね。個人的には一番これが好き。まあ当然ここのね濡れなさそうな素材がいいよね。あとはこれか。次レマチップトップ、パンク修理キットですね。パッチ、ロードバイク乗りとかチューブ交換する人多いと思うんですけど、まあ、こういうパッチもロングライダーだったら持っとくといいですよ。修理グッズとかケーブルとかあります。隣アトランベロ、キックスタンドですね。キックスタンドがついてます。まあ、スポーツ車のチェーンステイに挟むようなタイプが多いですね。並んでます。で下がトレロック、これかなり頑丈そうだけど、これでもレベル3なんだ。これもアブスと同じくドイツ製ですね。でシーク、これはフィットネス用品、フィットネス用品シックで、隣行ってこれ今日わざわざちょっと準備していただいたんですけど、社員さんのバイクにオルトリーブの、私がグラベル好きっていうのを知ってて、これオルトリーブさんのやつをつけていただいて、オルトリーブのグラベル用のサドルバッグとハンドルバーバック。ああでこれ見たかったんですよ。これは何かっていうと、ここにキャリアつけてこうやって装着するフロントバッグ、フロントパニアバッグ。あーこれぐらいコンパクトなんですね。これ見たかったんですよ。いや今日見れてよかったな。全部揃えるとかっこいいですね。で次チューブス、チューブスは、こういう風な
キャリアフロントにつけたりとか後ろにつけるキャリアを取り扱ってるメーカーで、かなり頑丈に作られてて、もう軽いモデルは本当に軽いので、フロントとかはチューブス使いたいなと思ってます。隣がソンナベンダイナモ、ハブダイナモですね。こういう風にカラーも選べる感じですね。美しいですね。これもドイツのメーカーらしいです。で次ブッシュ&ミューラ、こちらもライトですね。隣がクロップス、クロップスは鍵で有名なメーカーだと思います。私も、2つ持ってます。これはね、これとこれかな、持ってます。でクロップスはライトも出てます。こういう風にライトも出てるそうです。で最後にシュワルベ、マウンテンバイク用かな、かなり太い。でグラベル用のタイヤ、いいね。G1 シリーズですね。あとハリケーンでロード用のタイヤ、まあ、こういう風に見えます。こっちが街乗りツーリング用のタイヤ、いわゆるママチャリだとか、クロスバイクにつけるようなタイヤと、こういう風に雪道でも走れるようなスパイクタイヤがあったりと、結構シュワルベさんのチューブ使ってる方とかロード乗りで多いと思いますし、まあ、タイヤも使ってる方も結構いると思うんですけど、こういう風に見れますね。でカットモデル、マラソンですね、これ。マラソンのカットモデル。でこういう風にタイパンクタイヤだとここが分厚くなってます。チューブレス化でビード上げるときに便利な空気溜め込むやつ、コンプレッサーみたいな。でタイヤのチューブ、これ私よく使いますね。シュワルベさんのチューブは、あ、これね、よく使います。でリムテープとか工具とかタイヤでも。でこれはあれですね、バルブキャップにマグネットがついてるっていうやつです。カーボンスポークとかの方に便利ですね。後ろ G1 とプロ1ロード用グラベル用のタイヤが展示されてます。こうやって見ていくとシュワルベさんのコーナーとオルトリーブさんのコーナーが結構多い気がしますね。Thank you.